いやー、三木田さん、はい、毎回始まり方が同じような毎回毎回もう俺に話しかけるしかないからね山田に話しかけられへんからね。あのちょっと気になってることがあってね。はい、厳密に言うともうハロプロじゃないんですけども、うん、はいはい、まあ、最近その古くはハロメンだった子が、うん、なんか悩んではるなあら、なんか困ってはるっぽいなって、困ってる元ハロメンがいるの、うん、それはもう我々手を差し伸べたいだよね、うん、だけどちょっと怖いところにおるから、あら、そのそうなの、うかつに手を出せない、そうなのですよね。なんかあれ中西さんみたいにその辺でワンピース売ってるとかじゃないの？その辺でフリーマーケットやってくれる人は別にいつでもまあ助けなんか必要してないとは思うけれど、してないし、陽気に来てはるわ。結構企業やってはったね、うん、何だもんどうでもええねんけど冷てえな。下手したらちょっともう こっち心の方がやばいんじゃないのっていうハートが、うん、ぐらい気にしてる人がいるんですけどね。もうタイトルになってるから誰か分かってると思いますけど一応三文芝居したのに、うん、誰なの、まあ、それはもうカンナギマロさん出たこと巫女の実とか言ってカンナギ、うん、福田香音先生ですね。福田香音大先生ですね。出た福田香音大先生に。そう思うとこのチャンネルですか、はい、福田先生に触れることってあんまりなかったですね、はい、初めてです実は、はい、初です。そうなんですよね、うん、福田先生、福田先生か。正直マロも、うん、まだって思ってると思う。いじられたがりなんや。なんでカナナンは出てんのよ私まだなんって思ってると思う。しかもカナナンからあれは嘘やって言われてる動画を上げているのに、うん、あんなもっといじれと、うん、マロ様、うん、マロ様か。なんでこれ撮ろうと思ったかって言いますと、はい、その最近マロ様悩んではるし、うん、ゾックからさ出た手を引くじゃないですか。なんかやめはるらしいですね。やめはるじゃないですか。だからやめはったのかな、もうこの時点で。まあ、だからそのこのチャンネルでは何回かちょっとそれ言ったことあるけど、うん、要はマロはまだ現役やと、うん、福田は現役を続けてくれてるから。そうなのよ。だからリスペクトしてるよっていう話を何回かしたことあると思うんです。うん、そのマロがいよいよこの、まあ、現役やめるのかな、わかんないけど、続けるかわかんないけど、うん、やめるってアイドルはやめる。アイドルはやめる。あ、はい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 。そうだからちょっと元気出してほしいなと思って、うん、僕はちょっと何の力もないですけどいや本当にないんだけど、福田先生にはもう作詞家として、あ、もうね、名作をたくさん残してほしいと。確かにな。特にどうしよう私みたいな、うん、ああいういい曲どんどん作ってほしいな。なるほど。まあ研修生にもいっぱいね書いてくれてはるんですけど、うん、まあまあね。で書いたらですよ、いいねしてくれたんです、本人が。いいねって言ってくれた。あ、岡本いいねってマロ様こと言ってくれたの。福田香音先生からいいねもらってんの。あの、そういうの。うわー、めっちゃええやん。俺も言うとったよかった。失敗した。いいねって。あんなんもうめっちゃエゴサしてんねんから、俺もなんか言うとったよかった。失敗した。言ってくれてはった。そう。じゃあ福田さん見てくれるかもなーと思って。なるほど。そんな作ろうかこれ。まあ言わん、触れないわけにはいくまい。うんうん、まあそうですね、まあ確かに結構僕も意識の外にあったっていうのはあるんですが、うん、まあなんでかというと、やっぱりその元ハロメンってやっぱあんまり思ってないというか、やっぱりね、先ほども言ったけど、やっぱり現役でやってはるから、まあ、一番偉い偉いで、なんならその好きな方向を結構ハロプロ内におってグダグダ言うてる時にさ、うん、もうなんかやればええやんけと思ってたし、うん、まあイラッとすることも結構あったじゃないですか、福田先生に対して。なんやねんお前、瞑想しとるぞってあったけど、うん、やめてなんか好きなことやってる感じに見えたから、はい、あれ、じゃあこれ一番偉いんちゃうん、うん、しかもアイドルを現役でやっているんだと、うん、思って、でまあね、結構いろいろハロープロ的にも、まあアプガ的にもお世話にもなった、まあ、大森聖子先生のもとでやってらっしゃるから、うん、まあまあ一応安全なのかな、安心なのかなと、うん、思ってはいたんですが、
結構なんかきな臭いじゃないですかあの辺って。そうですね、うん、その普通の尊敬もまずあるのにきな臭い会話やし、うん、よくわからないから、うん、やっぱ触れてこなかったですよね。そうです、はい、簡単に触れたらもうなんか大やけどそうな感じがある。正直触れませんでしたよ、今風が強くなってきてるぐらい。ほんまやな、天も、うん、天も地も怒ってらっしゃるね。おのれらそれに触れるのか、うん、怒ってらっしゃるのかな、うん、私が見えるのか。あ、アメナゴミちゃん見えるなら歓迎しようやんかまあ触れずにはいられまい。まあ、うん、結局だから続行辞めて卒業して結構まだあれも電撃的に辞めらっしゃった、うん、なんか発表してからもう1週間ぐらいですか、うん、それも経ってないのかな下手しにパッと辞めて、でまあ盛大に卒業ライブもやりはったと、うん、でまあなんならそういうこの取れなかったからね、ライブ、そう、うん、元腐れハロボタンみたいなやつも、うん、まあまあマロ先生もやんなら全然行ったろうかなと思ったら、うん、瞬殺でソールドアウトしたから、うん、小川咲ちゃんが出るからね。でそう、何が目玉かっていうとやっぱあの小川咲を引っ張り出してくるという、うん、このセンスすごない、その感覚って、うん、その偉大さっていう意味のすごいっていうか、うん、こいつもなんかやったなっていう感じありません、うん、ついにそれその切ったんやそのカードをっていう。そうね、つまりその鍵を持ってるのは福田しかいないから、この世に、うん、小川崎ちゃんをどうこうするっていうのは、うん、福田しかできないんだよ、ね、もうその権利は誰にもないし、うん、もうそのほんま もう腐れハロータなんかがもう言及していい人じゃないから、うん、もうやめはったし、うん、それを引っ張らせるのはもう福田先生しかいない、うん、でそこで本当にやってきたんだなっていうあのセンス感覚、うん、だって小川崎さん辞めてから、うん、もう干支が一周するぐらいは経ってる、経ってるですよね。下手しい経ってますね。経ってますよね。2010年とかじゃないか。そんな2024年でですよ、うん、まさか小川崎っていうトレンドのワードが、うん、乗るとは思わなかった。思わなかったし、でそれで急いで僕小川崎ってツイッターやってるのかなって見たんですよ、うん、ほな2011年の8月で止まっとんねんな。へえ、これ本物やんけ。すごい、いやーあれにはやられたというか、まあもうその見てみたかったっていうのももういよいよエンタメでもなく、うん、正直ちょっとゲスなウヒヒ的な気持ちで見たいなとは思いましたけど、いやそこで止まった時計を動かして、はい、なんもちょっとだからやっぱりもう福田、まあ、やめ方もきな臭いけど、うん、ちょっと危うさも感じたんですよね、うん、こいつもう半分壊れそうになってちょっと思ったし、えらいことしてくれた。でまたえらいもんでなんか、この間終わったんでしたっけライブが、うん、なんか普通にもう写真撮ってる、さっきの写真が載ってたっていうでっかくもう、うん、でっかくピースしたから僕もその小川崎が出るからって、いろいろじゃあ今は何してんのかなと思って、うん、松戸の美容師っていうのアシスタントしてるらしくて。へえ、小川崎今も普通にも写真が載ってあって、小川崎ですって写真が載ってるサロンのあれ載ってるんや。だからあ、じゃあもう美容の専門学校通い直して取ったんや、資格、まあね、国家資格やからね美容師は一応、だからなんていうのか、まあ今回行けなかった人はその松戸の美容室行って、髪切りけどまあ行くやつ出てくるとは思うけどね実際。まあね、うん、中西カナのフリーマーケット行くやつもおるんやで、それは出てくるでしょ。全然髪切ってもらいたいやつもいると思うし小川崎ってチョイスがまた絶妙やしっていうね、うん、なるほど。あれいくつですか今。29歳です。あ、まだ20代なんですね。はあ、ま、でももう29かっていう、もうほんと覚醒の感もあるけどね私トリマーになります。いやでもその福田さんといえばですよ、それはもう前田優香がいて、うん、綾町がいて、うん、で小川咲ちゃんがいて、うん、福田っていうそのやっぱりスマイレージ好きからするとやっぱそのトップに上がってこないという悔しい思いもしてるじゃないですか、優香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 みんなが言って、うん、って思ってたじゃないですか。あったよ、ショートカットの あの一番最後の美味しいとこ小川崎に取られて泣いとったもん
全員分取ったのに、うんね、福田歌えてたのに。しかもでその福田さんといえばその昔からそのちょっとオタク女オタキッスというかさ、うん、があってありましたね。でああいうとこに出てきちゃこう裏回しをこう、ね、独特のセンスで喋るんだけど、うん、その最初の頃はなんかもう僕らもよく言ってるじゃないですか、もうちょっとハロプロ内でオタクはやめてくれと、うん、広瀬彩香とかさ、はい、ね、そうああいうのやめてくれって言ってるんだけど、うん、その福田に対してはまあ、ちょっとあいつオリジナルなみたいなとこあいつが始めたキャラみたいなとこあるから、確かに先駆けやったかもしれないな、うん、ちょっと違うんですよね、うん、福田さんの熊井ちゃんでしたっけね、オタク発言に関しては、うん、あいつが始めたみたいなとこあるから、あったな、ちょっと一目置いてはいる。まあやっぱいちごのつぶろぐあったからね、いちごのつぶろぐがやってたもん、いちごのつぶろぐ見てた。福田先生といえば年の輪に文才がすごいっつって言われてたんだから、うん、そうなんですよね、ああいう能力が、いやそうです、やっぱりできるやつではあるんです、うんうん、トリックスター的、まあ、矢口的な感じもちょっとあったかもしれないな、個人的にはそう思いますね。まあでもできるはずの福田がなんかどんどん追いやられ、スマレ自体がもうやっぱり沈没しかけた時に、うん、まあいろいろなんか迷走してらっしゃったけど、うん、まあ今ね伸び伸びやってらっしゃるんやと思う、まあ、思うんですが、うんまあ、確かに、ね、大森聖子とはよく揉めてたでしょ、まあなんかいろんなんが流出したりしてなかったり、それはやっぱりこう出過ぎた杭は打たれたってこと。あらお、アンジュルム的、アンジュルム的か、おったっけあいつその時、出過ぎた杭じゃないか、ギリかな、なるほどね、それでこういろいろやられてどうしよう私ってなったわけです。あの名曲やどうしよう私、ええ曲やからな一番いい曲は未熟半熟トロトロ、わかる、俺も思おうと思った、ねね、聞こえへんかった、未熟半熟トロトロですよ、はいはいはい、拳ファクトリーの、はいはい、あれが最高傑作ですね、うん、Hey yo 1億2600万人のジャパニーズ、しれっと涼しげな顔してるけどやばいよやばいよジャパニーズ、1億2600万人のここが変だよジャパニーズ、そんなジャパニーズの今と未来このままでいいの、日本の DNA、 複雑な思いがあるんですやっぱ福田香音先生には。そうなんですよね、でもついつい先生と言ってしまう、ちょっとやっぱ一目置いてる感はあります。そうなんですね、シンデレラの生まれ変わりは、ああシンデレラの生まれ変わり、シンデレラの生まれ変わりもしんどかった、このからしんどいしんどかったしんどかった、そうそうそう、だから今それを言おうと思ったんですけどあれがちょっと瞑想してた懐かしい時ですよね、あれで瞑想期に入って、うん、マロがだから急に言い出したんですよね、うん、そうシンデレラの下りを急に捨てて、そうびっくりした時、うん、マロテスクとか言ってたもん、うん、マロテスカーであんた福田ファンはマロテスカーやねんから懐かしいでもマロなんか正直バカにしとったけど、うん、何がマロだよとかって思ってたのだが、うんうん、でもやっぱ卒業してそれこそもうマロを名乗って、うん、違うところまで行ったところやっぱすごかったのだが、うん、で結果論やから、うん、本人の馬力みたいなところがすごく大切じゃないですか、だから現時点でいっちゃんの評価はものすごい低いけど、うん、いっちゃんの馬力でじゃあ今度どこに行って何をやるか、確かにな、結果論じゃないですか、もう福田さんは現役を続けたっていうことが僕らは驚きやったし、うん、なるほど、そこは評価、まあ、それはある、なんでまあ俺らは偉そうに評価ってあれもないけど、ないんだけどその評価したい、さすが福田先生やでってやっぱねどこかでは思っていました、うん、確かに言及をしなかったが、うん、まあね、だからお疲れ様でしたっていう感じですよね、うん、いや本当それはお疲れ様やし、まあ、じゃあ次何やんのかなっていうのはまあ気になるところですけどね、アイドルはもうやめはるんですって、ね、やめるって言ってた、なんかまでも多分バンドなんじゃない、ああそういうのじゃない、音楽活動的なこと、音楽活動的なこと、あじゃああくまでもまだステージに立つってこと、うん、帰ってきますみたいな、なんか演者としてはやりますみたいなことは言ってたような気がする、でも役者とかでもまあないだろうし、だからあのやっぱりねそのカゴちゃんのさ、うん、番組にマロが出た時にさ、はあはあはあ、誰カゴのカゴちゃん番組に、あ見た見たバーのやつやな、うんうん、そ
その時にあの見てないな自分はこうステージをでこうやって歌って踊ってしてる、うん、できたらそれでいいっつって、うーん、それ以上は別にまあ望んでないっていうか、なるほど、ただでもそのゾックはに入った時はさ、うん、これで天下取ってやるぜみたいな、こう結構勢い、ゾックがイケイケやったからね、その時がまた言ってたのに、そのもうカゴちゃんの出た時にはもうそういうなんか、うん、まあとりあえずステージ立てて楽しいできたらいいですみたいな、マイペースにやりますねみたいな、なんか声明文も結構そんなやった気がするな。でその感じでずっとこれからやるのは、うん、無理じゃん。まあでも無理やと思うんですよ。そんな志なんやったら、うん、やめた方がいいよ。そうなんですよ。それはなんかこう別に偉そうに、いやそんな甘い世界じゃないからって別にもちろん我々が言えるわけではなく、うん、おそらく普通の福田先生自身が耐えられないんじゃないかなと思うんですよね、うん、あんな自己顕示欲の塊みたいな人が、うん、いやマイペースで自分の活動できたらええねんっていうタイプではないと思うんですよ、うん、それはやっぱりくしくもその和田彩香的なことじゃないですか、うん、いや反対ですやんあんたらって気持ちがやっぱ俺はあるから本当よ。その和田彩香的な方には憧れはあるんでしょうけど、福田先生やっぱり黙ってられないと思うんですよね。最後まで仲良くなかったんやから、うん、僕としては、うん、やっぱりそのバンド作ってやるんなら、はい、もう絶対大森聖子と対バンしてほしい、ね、いやーまあそれはやってほしいですね。大森聖子と対バンしてほしい。対バン、対バン、うん、ああはまあ共演とかするとね燃えますよね、うん、なるほど。それはアンジュルムとアップアップみたいな、うん、アップみたいな感じまあ福田先生も繊細に見せてやっぱりなんやかで強端な結局人やと思うから、やっぱ結構誰も見られてない方が無理な人やと思うし、うん、やっぱりもうそこはバチバチ喧嘩を打っていただいて注目を集めまくってほしいし、まあバンではないんですけどね、なんか福田、まあ福田先生わかんないですけどアイドルとかプロデュースしそうで嫌なんですよ。あなんか怖ないですか、うん、そういえばこれ出そうと思ってたけど、おなら尾形プロデュースのアイドルメンバー決まりました。そうなんや。あそうなんハルネーション TV でやってた。ハルネーション TV ではやってないと思うけど、中西かなちゃんがゲストに行ってメンバー決まったみたいです。へえ、何人ですか。分かんないけどメンバー決まりましたみたいな。こっちに入るっていう予定でもなかったな福田香音先生もこんなこと入ったらいらん、大変になるけど、それはそれでまた別で撮りましょう。別で撮るハロネーション TV 関係確かに見てないけど世界はハロプロとそれ以外でできている。世の中のあらゆるものが真ん中にハロプロがある。ハロプロと電車、ハロプロとファミレス、ハロプロとオリンピック、ハロプロにワールドカップ、そしてハロプロとおじさん、チャンネル登録よろしくね。そうなんですよ。福田先生がなんかアイドルをプロデュース方向に行ったら僕は嫌やなと思ってて、そうです、僕も嫌ですね。そうなんですよ。あんた絶対無理やでってちょっと思うから中途半端になるし、絶対結局そのまああんまり大森聖子知らんけど、あの人プロデュースできなかったじゃないですか、言うてまえばもうゾックもコロコロ変わったし、うん、結局やっぱり演者でいたい人やからやと思うんですよね。だからやっぱりもし福田麻呂先生が同じようにプロデュースする側とか、私裏方でええねんとか言い出すと絶対我慢できずに前に出てくるし、同じようなことがまた福田の部下に対して出て絶対起きるから、もう DV された子がまだするように、いやこれあんま言わん方がいいかな。なんかそんな気がするんです。あのそういう意味ではあの僕は道重さんが辞めるって言った時にも考えてたというか、こうやったらいいなと思ってたんですけど、はあ、その前に出るマネージャーってダメですかね。あでもどうなんですかね。つまり、うん、今アップフロントが頭下げる時なんですよ福田に。え福田さんはもう業界でも評価されてるし、なるほど、顔も広いわけやから作詞もできるし、うん、前に出る私がっていう前に出る
モーニングのマネージャーやってほしいんですよ。モーニングに今、うん、それは大変なことになりますよ。それはちょっとプロデューサーともちょっと違う方向性だけど、いやでもそれあかんわ。それでやっぱりプレイングマネージャーってことでしょ。プレイングやカントリーガールズやんか。カントリーはあかんよ。カントリーはそれはね、あの詳しくはメンバーシップでやってた。それっぽい会情報もねございますけども、ね、あまだちびっこが出ていた。ちびっこが和気あいあいと喋ってる横でやっぱりちょっと音が入るな。福田香音先生の話って全然似つかわしくないような気もしますが、何がいいですか福田さん。いやもうなんかわけわからんソロアーティストでやってほしいです。やっぱりソロアーティストやっぱ一人じゃないとあかん気がするし。そうね、うん、わけわからんソロアーティストはやっぱりあやちゃんがやってるから。あ、和田先生がやってますか、うん、だからやりたくないんじゃないの。なるほどね。でもシンガーソングライターでいいんじゃないの。確かにあいみょんみたいなことでいいんじゃないですか、うん、福田さんは作れるんだから、うん、確かに な曲作れるやつとまだバンドするっていうのもなんかいかがわしい香りがするし、うん、まあ、バンドやめてほしい、うん、バンドいらんから。それでやっぱりうまくいった試しないし。ラベンダーのはね、うまくいかなかったからね。完全にアイドルがロックに入っちゃダメよ。そうなのよ。古来からやってるけどやっぱり一つも成功してないっていう説もある。興味なくなるから、うん、ラムは成功。菊池桃子の例を出すまでもなく。そうですよ。曖昧未満やん。ラムはロックなの。あれってロックじゃない。曲調で言えば全然ロックではないと思うけど。つまり浜田麻里ってことやな。どっちが浜田麻里。どっち、ね、浜田麻里歌手の方やんか。リターントゥーマイセリフの方やんか。あ、そっちか。うん、それならいいけど。ヘビーメタルとかしとったでしょ。果てしない時の向こうを巡り合う明日がある。その夢を抱いて走れ。あなたを待つ未来へ。誰の曲ですか。これ松原健、宮崎優香、伊勢玲也の夢を抱いて走れじゃないですか。あれか。あれですよ。あの大ヒット曲。知らないの。でもさ、なんかその今回の小川さっき読んだのやつもそうだけどさ、うん、この間の大森聖子のあのなんか音声流したやつもそうだけど。はいはいはい。なんかそうやってこう、まあ、炎上的な感じっていうか、うん、話題性だけでなんとかこう なんていうかこう引っ張ってってるわけでしょ。最後のなんか打ち上げ花火打ってるみたいなあれしてて、ちょっと破滅に向かう感じがある。これもう、ね、まあでもほんまに最後のなんか総決算やったんやなって気はしますよね、うん、小川崎を出すことで演者としての自分にさよなら的な感じはあるような確かに気がする、うん、なんか自分のビジュアルが思ってたんと違う方向に行くのがどうのこうの嫌やから、はあ、早めにやめるみたいなこと言ってなかった。そんなことも言ってたの。あれだマロやんな。あれ言ってたの分かれへん。いつ言ってたの。俺何かで見たのよ。こいつじゃあもう裏方行くやんと思った瞬間があったんですけど、うん、今回はアイドルはやめろっていう。なるほどな。まあ、含みを持たせてまだ決めてないのかもしれん。なんかねこう喋りにくいですよね福田さんに関しては。なんですかね。あんまりなんか繊細な人でもあるような気がして、あんまり下手なことは言いたくないのだが、なんか全く文句がないわけでもないっていう人やから。なんか福田カノンっていうタイトル書くの怖いもん。なんか、まあ、何するか分からん人でもあるし怖いし、してくれへんことを願ってるけど、うん、もう結構やり尽くしたと思うから。あ、その逆に燃え尽きた的な発想なのかな、うん、もうだってない
ないでしょ、その手札っていうか、そんなもういくらでも、もうほんま大森聖子となんかこう喧嘩してる動画出すとかじゃないと、もうな、ほんまに殴り合いするとかじゃないと、まあ、ないでしょうからね。でそういう風な感じで自分も思われるのも嫌やろ、嫌なんやろうけど、まあ、自分を守るためにもやめるんでしょう、うん、まあもうやってられへんっていうのもあるだろうしね。なるほどな、いろいろ言いにくい、なんですかね、別に遠慮してるわけでもないんだけどな、なんか言いにくいな福田さんは。でもやっぱり何かって尊敬してますよ、それこそ最終的に自分で自分の幕を引いたわけやし。そうやね、やっぱり演者やな、エンタテイナーやなと福田先生は。それは一応かとは違うわまあまあもう福田さんもやっぱりもういい、その辺と一緒にすなよって思うかもしれない。さすがに一応かとは格が違う感じがあるから、なんか飲食店プロデュースとかせんかな。いやそれはせんや、やっぱバンドよまあやらんで、多分あんまりみんなバンド、だってバンド好きちゃうねんで。いやだからあのやっぱあのマロのまだ付き合ってるんやとしたら、あのあいつ渡辺君の好き、あーあれか、 あいつになんかいろいろ言ったらいくらでもするの。まあそれはいくらでもあるけど、できるでしょ。ビッシュも終わっちゃったしね、うん、だいぶ前やけど。いや皆さん頑張って応援します、応援だけはしてます、してます、あと尊敬もしてます、はいありがとうございました。ありがとうございました。